ということは、このレバーは気流装置に関係するのかしら。試しに操作してみればいいんじゃない。えい。おいストレア。わあ、おい、宝箱が出現したぞ。気流装置じゃないのか。早く攻略してしまいましょう。また箱が出てきた。中に何か入ってるよ。取り出してみるか。ダメだ、熱すぎて出せねえ。大丈夫、箱から出さない方が良さそうだね。ねえねえ、これどこで使うんだろうね。熱が関係する場所なのかな。そんなのあったっけ。フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。調べてみようぜ。
だこりゃ。滝が凍ってるぞ。カチカチに凍ってて、攻撃したとしてもびくともしない感じね。さっき見つけたアイテム、あれを試してみてもいいかな。試してみる価値はありそうだな。どうだ。なるほど、試してみるか。クライン、よっしゃ、この熱いのを投げ込んでみるぜ。それじゃあ行くぞ。はい、せい。滝を溶かすためのアイテムだったんだね。見て、滝の裏に遺跡があるよ。なあ、行ってみるか。続いてくるぞ。もしかしてそれってスメラギたちが追いついてきているらしい。スメラギ、スプリガンのキリト、なかなかやるようだな貴様らも。また会えたな。この前約束したデュエルをしようぜ。キリト君？今はダンジョン攻略中だぞ。今はどちらが先にこのダンジョンを攻略できるか、それが勝負だ。だけどさ、目の前に強いプレイヤーがいるんだぜ。戦いたくなるのは当然じゃないか。わからんやつだ。そんなに戦いたいのなら、これならどうだ。なかなか腕が立つようだな。まだ決着はついていないぞ。その実力と気概は認めてやる。だが今はダンジョン攻略が優先だ。我々は組織で動いているからな。だけど
さっきも言ったが、ダンジョン攻略で我々と勝負すればいいだろう。キリタ君。お前は。レイン。嘘つきレインじゃないか。え？いや、参ったな。どういうことだ。レインはシャムロックの奴らと知り合いなのかな。それに嘘つきって。なるほどな。お前がこいつらを手引きしていたということか。どういうことだ、レイン。少し前、彼女は嘘をついてメンバーを騙し、シャムロックに加入した。しかし嘘が発覚し、ギルドを追い出された。だがギルド脱退後も、登録解除までのタイムラグを利用して情報を得ていたというわけだ。いやいや、バレちゃ仕方ないね。ごめんね、キリト君。攻略合戦に水を差しちゃってさ。まあ姑息ではあるが、これも攻略手段の一つ。潜り込まれた俺たちに落ち度があったのも事実だ。言いたいことは分かった。俺たちは一旦この場を引くことにする。だからレインに関しては見逃してもらえないか。見逃すも何もない。さっきから俺はこういうやり方もありだと認めている。だが貴様が勝負を投げるのなら仕方ない。これで俺たちがまた一つ新エリアの踏破に近づくというだけだ。さあ、用が終わったなら早く去れ。さあレイン、一緒に行こう。一度町に帰ろう。みんな、今話した通りだ。彼女にたとえどんな意図があったとしても、俺はレインを責めるつもりはない。だからみんなも許してやってくれないか。私は納得できないわ。シノ、いくら相手が許してくれたとしても、そこまでした理由は何だったのか知る必要があるでしょう。まずそれを教えなさいよ。それは。待ってくれシノ。せっかくあの世界から抜け出せて、こうしてみんなで仲良く、今度こそ本当に楽しくゲームが遊べるって思ってたのに。私は変なしこりを抱えたままプレイはしたくないわ。ごめんなさい。私が悪かったの。もう私、みんなの周りをうろちょろしないから。だからこれ以上お友達同士で喧嘩をするのはやめてほしいです。ごめん。私はレイン、ちょっと席を外してくれないか。うん。みんな気を悪くさせちゃったな。俺からも謝るよ。でも俺はレインを信じる。あいつには何か事情があるんだ。別にシノンさんに賛同するわけじゃねえけどよ、どんな事情があった